皆さんこんこにちは今回はですね中村すみれ三段と神田ジョン三段との女子棋聖戦16強戦のハイライトをお伝えしたいと思いますでは初手から見ていきたいと思います中村三段の黒番ですまあいつもの2年生ですでかかってこすんでかかって受けてそして 大ゲーマーに開きましたね。で三三入ってきました。でかけてぶつかって跳ねてでここでこっちを詰めましたね。で、えー、ここで一軒飛んでね。はい。まあ字を確保しました。で一軒飛んでそして当たり打って下がりました。でここで桂馬に打ったんですけれども、うんここではねあのー。 こっちに一軒飛んだ方が良かったかもしれません。で、こっちに一軒飛んだ方が、まあちょっとこの間薄かったですし、うん、こっちよりもこっちだったみたいです。まあ、ただ実戦ではね、こっちを打ちまして、そしてこう打ち込んできましたね。で、こっち一軒飛びまして、一軒飛んで、一軒飛んで、一軒飛んで、で、ここでまあこっちにね、えー、まあ、まあ、詰めたというか、はい。迫りましたね。で、ここで、えまあ、肩ついてきました。どうも布石ではね、あのー、 三段の方が良かったみたみいですねやっぱりちょっとこういうとこ実利を与えすぎてる感じがしないでもないです。で一軒飛んでここでね、えーまあ、ここ手抜いてここ打ってきたっていうのがいい手でしたね。はい、押してきたっていうのはこの人試死なないと滑る手もあるしねちょっと渡る手も残ってるし。で、まあ、一応桂馬でね、あのー、防止してくるんですけれども桂、まあ、馬に滑ってそして覗いてで受けて。 で桂馬に打ってねもうこれ以上ちょっとあのもう今度はあの渡り回るしね、まあ、どうもこれ以上はちょっとあの追及のしようがないともういうことでねここ一軒飛んでここね受けましたねまあこれは冷静な判断だったと思いますこれ以上ここ打ってもねうまくいかないですからでまあつけてまあ跳ねて伸びてつぎましたで覗いて ここでね、こっち反発しましたね、えー。これはね、ちょっと誤算があったかもしれませんね。まあ、例えば、こう、出たれば、出たら、こっちから跳ねることができるってことですね。はい。で、まあ、こういうふうに跳ねることはできないじゃないですこれ、当たり当たりで、これ、主張ですからね。だから、連絡してると。あと、ついでもね、まあ、こっち。 ついでおけば、これはあの一応連絡はしてると、の二枠は取られる。うん、これはね。これ連絡はしていると。いうことですね。あ、連絡はしていると。いうことです。まあ。そういうことで、まあ、ここに打った、落ちたんですけれども、継ぐ手はね、なんかまた覗かれたりして、ちょっと嫌だ。ちいうことで。ただ、このコスミをね、ちょっとね。ちょっと見逃してたみたいですね。ここでもね、正確な受け方がね、ちょっと難しいんですよ。正確にはね、ここではこういうふうに受けないといけないんですよね。 でまあまあ貫通するんですけどこうやってまあ中で生きちゃうとまあここはねこっちで生きちゃうとね別個でね打つっていうのがまああったんですけれどもなかなかそれ見れなかったみたいでここでまあ単に次ましたのでこれ出られてねこれはこのを子を取られましたのでこれは結構字で大きいですね。まあ一応ハネツギは先手ですけれどもまああと先手でこっちの生き死にともねちょっと関連してきますけれども。 うん、これはちょっと字でねかなりねあのー、不利になりましたよ。ついで。でここで一軒いう、ね、ここはここあのー、もう付け越されると切られてこっちが危ないですから逆に。でここでここについてきましたね。あここが薄いですから。うん、これはちょっとで、ね、まあ困ったところなんですけれどもれ単に行くのはこう跳ねられてこれ切ってもこっち伸びたら。 これ取れ取ないでだからこれ切られますので、うんまあ、正確に受けないといけないんですけれども、まあ、ここでね、まあ、こうつけましたね、まあ、つける手が、まあ、唯一の手ではあるんですけれども、まあ、受けましてでここで、えー、膨らんでつがしてでこういってこれで一応ここは受かりましたねでまあ、ここで一軒飛びましたねだから。 これ覗きました、まあ。どっちを継ぎますかっていう話ですねこれね、まあ、悩ましいとこなんですけれどもここではねさあこう押してきたんですけどこの手がいい手でしたね、はい、この手がいい手でしたでこれはどっちみちこれあのこう言ってもねこれこれであの連絡してますのでこれね連絡してますので切れないですからこうやって言ってもねこう切れませんのでこれはいい手でした結局継ぐしかないんですけども一回ねでこっち継いでおいて うん、まあ、これだけですね。でここでまあこっち一軒取りましたね。はい、ちょっとねここ味がまだあるんですねここねちここでね。あのーまあ、今はないんですけれどもちょっとこの辺のねあの味があるんですね跳ねる味とかがまだあるんですよねこれ。で,でまあここに受けたんですけれどもちょっとここ相変わらず気にしないといけないですから。でこれ覗きまして、まあ、ここでね。あの ノゾいた時はこれはあのまあここ競馬で打った感じですね。でこの3子を取ろうということですね。そして買いましたね。まあ、ここで受け方が2通りあるんですけれども、まあ、こういうふうに受けるのかこういうふうに受けるのか2通りがあるんですけれども実戦ではこうやって受けたんですけれどもここではねこういうふうに受けるべきだったみたいですね。もちろんこういったらこれは連絡するんですけれどもここ、ね、この助かるんですけれども、まあ、ここで1回ねここをコんであの生きてないから。 まあ渡っておいたら今度はこういうところにはね味が悪いですから、うん、まあこうやって打ったら白はまあ優勢だったんですけれどもね、まあ、実戦ではここでね、まあ、3目を取る方にしましたただ3目を取る方は3目取っても生きてないっていうのがあるんですよね。でここでここを受けます。これはここを受けましたね今度跳ねられるのでさっき言ったようにね跳ねられる味があるので受けました。はい まあ例えば本当はここでこういうとこ行きたいんですけれどもこうやってねこう跳ねる手がありますねこれねでまあ切ったらねこ,うこれがこれ切れないですからここがねここ切れないですからね結局こういうふうに取るしかないんですけれどもまあちょっと突破されるっていうのはありますのでここをこうやってね出られてうんまあそういうのを嫌ったみたいですねはいただまあこっちで頑張るべきだったみたいです 実戦ではここ打ちました。で、さんざん入ってきましたね。で、まあとりあえず先手取って黒はまあここに回り回りたいということですね。はい。で、ここでば、まあ、あの両両先手ですからここね跳ね次はねすかさず跳ね次を打ちました。ただこの跳ね次はあのまあここ一回打ってね、まあ。 跳ねつぐんですけどもカけ継ぎはここで跳ねツいで、ね、受けるんですけれどもちょっとこっちにあのもう完全にもうあの味がなくなりますねこのちょっと強くなりますので若干マイナスだったみたいですでここでここにつけてさあここがねあのまあ問題ですねはいここが問題ここが問題ですよね、まあ、ここをねあの字にした もんですからここは突破されないわけにはいけないんですけれども、まあ、ここでねここに置きますまあ2目を取る手ですね二、はい、目を取る手ではここでね、まあ、ここへ跳ねましてでツましてでツでこれでね一応受かってはいますね、はい、出てで出てね、まあ、一応1目は取られましたけれども。 で、ここで、えー、ここをえー、押さえました、ね。この押さえた手がいてですね。この押さえた手がこの死活を見てますね。はい、ここでもう。ここ三目の中での形になってます。ここで一概作らなかったらこれ死にますので。ここ先手で打ちましてでここで駆けついたんですよね。はい、あの駆け継ぎが悪いって言ってるんですけど、これはね人工知能はここに行けって言ってるんですけど、ここでもね。実際ここに打たれるとこれはちょっとあのまずいです。 これ難しいです。中で生きるのこれも実は。兼ねられるとねこうこう難しいですね。ね。あの評価値が今ねあのまたね戻ってきましたよね。ここに歌われるとこれは難しいです、ね、生きるのが。はい。なんかこういうところでごちゃごちゃやらないといけないんですけど難しいです。多分死ぬでしょうね。人工知能じゃない。人工知能はなんか生きられるみたいなんですけれども、まあ、しょうがなくねこうかけ継いだんですけどもここでねこの2目取りましてこれで先手ですねこれね。 あの先手で2目取りましたのででここの辺の味はなくなったので、はい、これはもうここで一気に逆転しましたねこの押さえるた手で当たり一発打ってツいででまあいきましたねこれねで次ましてハって押さえて1目取ってでここで二段バネしましたねまあいろいろあるところですねここではね二、はい、段バネする手もあるし単に伸びる手もありますねはい。 まあどれも一だと思います、はい。ここではもうちょっと優勢になりましたね黒がね。で切ってついで当たり打って跳ねて抜いて跳ねてオサえて当たり打ってついででここで押してこの押した手が大きいですね今度ね、はい、一見飛ぶ手が大きいですね押さえもう抑えるしかないんですけれどもここねオえてねでここでこっちから当たり打ちましたね。 まあどっちからアたりってもどっちみちつげないよってついだらまた後手になるよっていうことなんですけれどもまあ普通ここはあんまりそのちょっとおしゃれに打たずに、まあ、こういうふうに普通に打ってもよかったと思いますね。はい、これこれどっちみちこれつげないですからこれついたらこれ死にますのでここを置かれて力でよかったと思うんですけれどもまあなんかあのちょっとこだまいきな打ち方が違ちみたいなおかしい <laughs> まあこういうふうに打ちました。 まあ変わりないだろうっていうことかもしれませんけど、まあ、当たり打ってでここでね二、はい、<laughs> 軒に開きました、まあ、ここをまあ大きくしようっていう手なんですけれどもそうこの手はねちょっとパッとしない手ですね今はあのー、こういうとこを広げるよりもやっぱり寄せの段階ですからこういうとこの方が大きいですねこっちで,でこれ手抜くとまたあのー なんかこういうとこをまた行くとこれまたこういうとこ入ってこられますのでこういうね今寄せが大きいですからこっちを打つべきですねこっち中央よりもまあ実戦ではここに打ちましてでまあこう挟みつけましてでこれは継ぎました遮断ああああするのはちょっと味が味が悪いっていうかこれ手に手が発生しそうなのでこの辺ね関連してでここで押してでここでノきましたね で,いで,で一軒飛びました。大きいとここで伸びましたでここで一軒飛びましてでこれつけてきましたねはいまあツた手は多分ねどういう手かまあここに桂馬に飛びたいっていう現れだと思うんですけれどもそれでこうつけてると思うんですけれどもまあ跳ねてでここで桂馬に打ちましたねまあ当然これはね付け越してきますねはい。で 切ってでここでつけてでこれ受けまして今はこれ取ろうとしてもこれあのこれ取ろうとしてもこれ取れないのでどうやっても取れないですからねだからここでまああのちょっとごちゃごちゃやってこの成立させようということですねこの主張をね今は主張にならないんですけれどもだからここで。 ここを切ってきましたね、はい、ここであのー、一応これではこれでもしまあ実戦でもそうこう打ったら今度はこれはこの当たりが先手ですからこれはねでこれで抜いたら今度は一応ね主張は成立しますよねこうやってこれは逃げられないですね、はい、でもまあ実戦見たら分かるんですけれどもまあ、ここでここに打ったんですけれども、まあ、さっきと同じ手ですねはいここではもうこっち あの当たりますよねここで損しているから、ね、白がだからここね桂馬マに打つためにこういうところで損しているんですよ、まあ、抜くんですけどもこう言ってね、はい、でここでだいぶ損したからね、はい、これで完全に小せです今黒がねで渡りまして押さえてでぶつかってついで覗いて下がって。 下がった手はどうだったんでしょうかね。まあ、そんな悪い手じゃないかもしれませんけど、ここはそのままこのままの形に置いといて、まあ、こういうところを継いでおくとかでいうのもありましたね。うん、あるいはもう、この辺は手抜いて、ここ大きいですから、ここね、購入するのがありますので、ちょっとこうはちょっとリードしてる方からしたら、ちょっと打てない、できないので、まあ、こういうのはありましたけれどもね、ここ何もいじらずに。 まあ実戦ではこうでねこうでつらして、そして、ここでこっちをつぎましたね。これがちょっと問題、ここが味が悪いんですよね。でも、当たり打って、で、こう、ついだんですけれども、ああ、ここでね、ここに打たれて、狭間まつかれて、これちょっと困りましたね。これは突破されましたね、ここが。ここは突破されました。まあ、ここではね、人工知能はつがずに抜けば、抜けって言ってるんです。抜いても結局は一緒ですね。結局は突破されますね、ここ。 まあただあのつこっちでついでるよりも抜いた方がまだあのいいと言ってるだけの話では突破されるのは間違いないですここでねはいまあ実戦ではねこうツギましたんで突破されましたねこうでねはいで結局こう受けるしかないんですけれども先手でどんどん効かされてこうやってねでここ継ぎましたねこれちなみにこう切るのはねここはこれはもうここ打たれて。 抜いてもねこれでうんこれはあかんこれはダメでしょ取られですからねはい、まあ、戻ってそしてまたここも継がないといけないです継いでで今ね意外にもねおっきいところがあってここをねまああの継ぐ手も大きいんですけれどもそこよりもここが大きいんですよねここがここがここが大きいんですけれども 実戦ね、ここでここを放っておいて。ここを打ちましたね。えー、これで逆転ですね。完全に逆転されました。ここで。もともと白がね、一軒飛んでやってね。寄せるとこだったんですけれども。ここを打たれて。逆転ですね。うん、小勢です。白が今。逆に。で、まこれ出まして。まあ、これは継ぎましてね。はい。で、ここで一軒飛んだんですけれども。 さあこの一軒飛んだ手がこれがねスミレマジックでしたここでねなかなか受け方が難しいんですよ、まあ、人工知能は何言ってるかって言ったら人工知能はここは放っておけって言ってるんですとりあえずここを打てって言ってるんですよでここをこう下がるしかないじゃないですかでこういって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 抜いてそしてまあ,まあこういうところ出ろと。 まあ言ってますね。ここをまず決めろと言ってますね。でもこんなの難しくてわからないじゃないですか、はっきり言って。でも実戦ではね、ここでもちろんこんなところ見えないです。これ AI じゃないですから、ここでね、ここに打ったんですよね。これでね、逆転しましたね。実はね、ここでね、あのここに打っても大体一緒ですね。ここ打たれて、これはもう5対5になりますね。うん、だから、そんだけ難しかったっていうことですね。ここに一軒飛んだ手がね。 受け方が、こっちの生き死にが関係してますので,で、まあ、実戦ではねここでこ,こっちを打ちましたのでここ,つここ出まして突いた時にねぐ手が成立してるんですよねはいでこれで切れないですからこの石がね、はい、見合いであのどっちも連絡してますのでここの辺が全部寄せられるんですよねこういうとこずっとまあ実戦でここをぐんですけれどもまあこう竹芙に打っておいてね 結局こういうふうにね、張っていかないといけないんですけれども、まあ、とりあえずそこでね、ここ打ちました、大きいとこ打ちました。はい、後でね、ここ出る手とか、全部先手ですからね。まあ、割り込んだんですけれども、で、次いで,で、とりあえずこう寄せ打ちまして、これで、まあ、2目ぐらいいいんですよね、今。で、まあ、次まして、そして出てね、まあ、張う、しかないですね、はい。出て、で、まあ、張って。 でここでここに打ちました。これなかなかいい手ですね。これね。はい、これはあのこういうふうにいけないでしょ。これ当たり打って、ね。これ抜いてもね。今度これこうなっちゃいますのでここはここがね。まあそういう意味ですね。ここから行くのがあのいい手ですね。三にこすむんじゃなくてここから行くのが洒れてます。はい、でここで押さえまして。でここでここに打ったんですけれども。 なぜここでねこれ打たないのかっていうのは分かちょっと何で打たなかったのかちょっと分かんないですねはいまあ打ってもどっち良かったと思うんですけれどもまあこれ継ぐしかないんですけれどもこれ先手で決めておいてこうやってねでここ、まあ、これも決めましょうこれも決めておいてまあこう決めておいてそこでねこういうふうに行ったらどうかなと思ったんですけれどもさあここでねなんか知らんけどここでここ行ったんですよね。うん 1> 1ぐらい損したと思います多分でもまあ1目ぐらいですから、うん、そんな、あのー、思ったよりも大きくはなかったんですけれども、まあ、そういうのがありましたただ、まあ、1目しか変わらなかったというのが不思議ですねただ、うん、まあこれ抜きましたねだからあの抜きましたでこう抜いたんですよね、まあ、ここでも、あのー 1>, 1回これ決めておいてこういってでこれも効かしてでこう言ってそれでまあ抜けばという気はするんですけれども <laughs> そういう気はするんですけれどもなぜかここでねあのこういうふうに打ちました単に打ちましたまあそれでもそんなに変わりないということを見てるみたいです、はい、でも実際そんな変わりなかったです、はい、不思議なことにでここは割り込みましてで次まして いでもうここはね緩めるわけにはいかないです。今半目勝負ですから。で渡っていきました。で抜きまして。で当たり打っていで。でこっち継ぎました。でここで除きましたね。の一件取りましたね。はい。まあ結局考えてみたらここでね。あのー、まあ。 こ,ういでここに、えー、当て込んだらこれ全部継がないといけない字にならないですからこれ全部ね目がないですからまあそういう意味でこういうふうに打ったかもしれませんでねここにきてねもうね寄せがないんですよね、うん、寄せがないんですよ今ちょうど中村三段が1目半ぐらいいいんかなはい1目半ぐらいいいと思います多分半目から1目半ぐらいいいと思うんですけど失敗するところもそんなにないし今。 でまあ、この後ねもうそんな寄せがないですね2目ぐらいの寄せしかないですからでまあ結局この後最後まで打たれまして中村三段がね一目半勝ちしました、はい、ちょっとね途中でリードして勝勢かなと思った時中央で破られてねここでね逆転されたんですけどねその後ねやっぱりこの一見飛んだ手が鋭かったですねはいこいつが鋭くこれの手が良くてでなんかなんとか逆転に成功しましたね、はい ちなみダジョンさんはランキングではかなり下なんですけれども女子女流棋士のランキングではね過、はいまあ、うじて勝ったという感じですね。はい、以上です